はい、皆さん毎度毎度。はい、今日はもう7月31日ね、明日から8月ね、もう8月になると暑さも大したことないんだよね。7月の方がね、なんかじっとりとしたね、強い紫外線の暑さっつうの。8月になるとただ単にね、暑いだけでね、西日がきついね、8月はね、9月もね。まあお店の方もね、お客さんは大したことないね。一時的にこうやってさ、お客さん来てもね、これが続かないよね。それこそね、毎日このぐらい来てるとね、儲かるんだけどね、忘れたところにね、ちょろっとお客さん来るぐらいだからね。まあしょうがないね。これコロナになってから本当になんか経済変わっちゃったね。今ね、パーマかけるんだけど、2液はね、2、3回ってのはもうやめてる。5、6回にしてるね。5、6回以上ね。できれば、7、8回かけたいぐらいで、ね、でも3分おきに何回もかけるって感じ。2液もね、一度に大量にかけても、下に流れてっちゃうじゃん、タラ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 。だから、ほどほどの量を複数回かけた方がいいんじゃないかなと思うよね。一発目で40cc、50cc かけるっつったって、かけたものは全て下に流れちゃうからね。ロットの表面をさ、つるつるさ、滝のように流れて。やっぱり少しの量を何回も何回もかけるっての、下の方、襟足の方なんかは、まあ、上からの流れてきた薬が溜まるからいいけどね、やっぱりトップのあたり、これやっぱり複数回、何回も何回もしつこくかけた方がいいんじゃないかなと、今ずっとやってるけど、なんか結果出るのは数ヶ月後だね。でもね、何回もかけた方がね、ロット外した時の手触りがいい気がするんだよ。チオでも、プレミアチオでも、シスでも、CMC でもなんでもね。今日はね、大したネタがないから、はい、これでもう終わりだね。はい、とりあえず一旦切りましょう。お疲れ様でした。